秋を過ぎまして、すっかり真冬のような寒さが続いているここ最近ではございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ハイジーです。私に至りましては、つい先ほど作業が一段落しまして、時刻はただいま夜中のこちら3時ですね。もうすぐ裏おやつの時間でございます。そんなわけで今日はここ最近の寒さによってより美味しくなる食べ物を調達してまいりました。それがこちらでございます。ででーん、ファミリーマートさんの八丁味噌香る味噌煮込みうどんでございます。これがなかなかの厚底。蓋を取り凍ったまま火にかけるだけという、なんというポイントの高さでしょうね。はい、ペロン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 と味噌だれを取り出しまして、この上にかけます。そんでとりあえず弱火で3分だそうでございます。3分経ったので火力を上げていきます。箸でつつぎながら様子を見ていきましょうね。まだ麺は全然がっつり凍ってますね。ちょっと今日はまさかの冷蔵庫に卵がなかったパターンで、うずらの卵だけでも一応入れてみましょう。申し訳程度ではございますが、しっかり入ってくれました。この寒い時期にグツグツいってる映像を見るだけで心が安らぐよね。こんなところでいいのではないでしょうかと。おいしょと、危ないよと、おいしょと。入ってるのはいろんな具材があるんですけれども、全ての具材がもう同じ色、濃い味噌の統率力半端じゃないよね。いただきます。シンプルにおうどんをすすらせていただきましょうかね。うわ、湯気、湯気よ湯気。はい、湯気ファンの皆様お待たせしました、入りました。はい、うん、いい濃さだねやっぱりね。この味噌のスープがそこまで単純明快じゃなくて、ちょっとなんか渋みというか苦みというか、その辺もあって味に奥行きを持たせてますよね。では具材も一緒に、ちょっと待って、卵さんどこ行った、ちょっと待って、怖い怖い怖い、あ、いた、よかったよかったよかった。安心しながら具材も一緒につまんでいきましょう。これもやっぱりいい。結局は全体通してこの八丁味噌の味なんですけれども、油揚げそもそもの味と八丁味噌が混ざった味がじわじわ吹き出してくんのよ。意外とこうやってちゃんとお肉も入ってるんですよね。だから早速ですが、お肉とおうどんも一緒に、ちょっと待って、卵どこ行った、あれ、ちょっと待って、あ、あったあったあった、卵、あ、あったあったあった、危ない危ない。じゃあもうお肉とうどんを一緒に食べていきましょう。やっぱお肉が入ることによって結局お鍋の格が上がるね。だからもう今のお肉の残り香でもう一つ釣りうどんいっちゃいましたもんね。これちょっと美味しすぎて食べれば食べるほどお腹が空いちゃうやつなので、かさ増しという意味も込めまして、お豆腐、今温めてきましたお豆腐をさらにインして、これも一緒に食べていきたいと思います。これ絶対ね、豆腐もさ、結局この味噌の味と合うから。あれ、ちょっと待って、卵どこ行った、あ、いた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 、今、あ、いたいた、よかった、危ない。お豆腐に関してはこの味噌につけてすくって食べるというね。すごいね、後から入ってきてもその試合の流れにスムーズに対応できるタイプの選手だ。ぐわっと掴んで食べていきましょうね。ん、なんだこれ、かまぼこも入ってました。これ意外なサプライズ。卵食べちゃった。うわ、食べるシーンとかしっかりお見せしたいと思ったけど食べちゃった、まだ。あ、そう、私、うん、ダメだ、これで終われない。ちょっともうこれでは終われないよね。よいしょ、こうやって飲むっていうことしかないよね、もうね。ごちそうさまでした。そんなわけで今回の味噌煮込みうどんなんですけれども、実はまだこの中には少しスープが残ってます。で、みんなに質問したいんですけれども、みんなならどうしますか。まず1番、このスープを飲んじゃう。2番、このスープの中にご飯を入れて食べちゃう。3番、このスープは一旦諦めて買ってきためちゃくちゃ美味しそうなスイーツを楽しむ。カッチ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 。というわけでハイジーはこのスープをまずちょっと飲んで、
ちょっと飲んだ後にご飯を入れてかき込んで、最後にこれを食べたい気持ちが抑えられない、ご飯入れちゃいましょうと。何これ、何この裏が。